え皆さんこんにちは。今井の実践経営大学の藤井です。えー、今日も実践経営大学で学んでいきましょう。えー、今日は第1回、えー、いい会社の企業事例ということで稲食品工業を取り上げたいと思います。まあ稲食品工業のですね。永続する仕組みということで、まあメディアにもたくさん取り上げられてますから、ご存知の方も多いと思いますけれども、意外とですね、えー、どういう仕組みであのいい会社がまあ永続しているか。 こんなことに関してはですね、あまり書物にも取り上げられてないので、そこのところを中心にお話をし,したいと思います。まず自己紹介です。現在ですね、私はあの千葉商科大学の大学院で客員教授として経学を教えています。それから株式会社イマージョンっていう会社のコンサルタント会社ですけれども、あの経営して現役で自分自身もコンサルタントをやっています。そしてですね、人を大切にする経学会の常任理事、事務局長として。 まあ取りままととめみたいなことをやってますじゃあ早速見ていきたいと思います、えー、会社の概要ですけども、まあ、さらっといきたいと思いますけどね伊那、えー、職員はですね、えー、長野県の伊那市にあります社員500名弱の会社ですねそれから年商も約200名弱なんですねそして有名なのはですねこちらに写真も出てますけどもあのいい会社を作りましょうと、えー、こういう社税があの非常に有名ですね まあね、本当にもうストレートにいい会社を作りましょうってこれが社税っていうのもね私はとても素敵だと思うんですが、えー、このですね、えー、いい会社を作りましょうの,この塚越さんのところにですね中古の層って言われているところに、えー、最近、まあ、数年前ですよね、えー、今テレビで頻繁にですね、えー、CM でも出ます、えー、トヨタ自動車のトヨタ昭夫さんが「人を仰ぐ」なんていうことでまあ豊昭恵さんに出たりとか、えー、しましてですね、えー、一躍また注目されてます。 まあそれ以外にもですね、いろんな方が、稲職員、もうたくさんの方が訪れていると思います。私ももう年間ですね。一回や二回行きますから、もう十回以上、もう十年間でお訪問したと思います。じゃあ、経営の基本的な考え方について確認していきたいと思います。えー、ここがですね、まあ、ある意味で、稲職員を知っている方は、最初に行った方はちょっとびっくりされたと思います。けれども、成長は売上利益ではなくて、関係者の幸せ。 まあ、このことを言い切ったというのが私の記憶ではですねやっぱり塚越しえー、今中高の沿っているんですけどね、まあ、最高顧問ですけども私はあの初めてでしたね。そして一番最初に行った10年前に行った時にびっくりしたのが売上目標がなかったんですまあ私も随分ですね長い間まあ本当にねハードな目標の中でやってきましたから「え売上目標がないかしらなんてあるの?」なんて言って、ね、びっくりした。 ましたね。で聞いてみるとどんなことを言われたかというと、まあ昨年よりね少しだけ良ければいいと、こんな風に言われてました。あそうなんだ成長志向じゃないんだと思いましてまあそういう会社もあるかなってこれ思ったんですけど、私でさらに訪問質問必ず突っ込むんですよ。本当ですかっていうこともそうなんですけど、なんでえ昨年より少しだけ良ければいいんですかみたいに突っ込みますよね。でその時にえじゃあもっと具体的に どのくらいをでも目安としてるでしょうなんて突っ込みましたら出てきた答えがここうういうことを言ってました3%の固定費を上昇分カバーするためにってことで3%ぐらい伸びた方がいい、まあ、こんな目安はあるというふうに言ってましたこれ意外とあの紹介されてないと思います。まあ、そうですね人件費もも少しずつお給料も上がらないといけないですからねとなるとやっぱり3%ぐらい伸びた方がいいなっていうあこれもねなるほどなと思いました。 えそしてえこれはねえ成長は売上利益でだけではないということもあのお話を聞かれました何をもって成長かというとえこれもすて成長だっていうふうに言われました職場環境が良くなったそれから社員が育った成長した会社のイメージが良くなった等等ですねま下に書いてましたけれども全て良くなっていることを成長というふうに定義したんですですから売上利益を成長っていうふうに あるいは社員の規模がね社員数が増えた、まあ、規模が大きくなったっていうことを、まあ、成長というふうに私たち捉えがちなんですけどそうじゃなくて、えー、それで少しずつ良くなったということを成長すべてとていうふうに言われてますね。そそしてですね収益営業力力れから開発力取引知名度メセナ等の、まあ、と企業のバランスがうまくマッチしてれば、まあ、それが、えー、いい経緯じゃないかと、えー、こんなこと言われました。 そしてですね、えー、これはもう本人にもなりました。まあ、年輪系ですね。三パーセント、いわゆる急にですね。十パーセント、二十パーセント。場合によってはね、まあ、そんな企業って今、少ないと思いますけれども、三十パーセントがね。まあ、急成長は良くないっていうふうに、えー、こんなふうに言われています。まあ、今日はね、特に南の方の木っていうのは、ものすごくね、えー、急成長するんです。ラワン材なんか、はその典型ですけども、ラワン材は木。 急成長ずっとするんですけれども自分の重みでポキンと折れちゃうえこんなふうに言われていますところが日本のようにですね春夏秋冬いわゆる季節があるこういう国はですね冬をこすわたびにです、ね、年輪ができていくわけですねそういう木は簡単には折れないですねですから永続すると長生きするといった意味で年輪経営っていうのは あこちらの代名詞になっています。えそしてリストラなしって書いてありますね。ですから社員をまあ、効率を優先して、えー、首を切るなんてことはないっていう、えー、こういうことです。じゃあもう少しで、ねえー、詳しく特徴を見ていきたいと思います。はい。ここはね今日お伝えしたい仕組みのところなんですよ。 まあ本当にね素晴らしい会社で、まあ、行くと空気感がいいとかね、まあ、皆さん言われますけども,でもなんでそんなようなね会社が実現できるかっていうのは実は理由がありますそうは言ってもね全く利益が上がってなかったらまあ品質はどうするんじゃないですけどもそんな余裕がないわけですじゃどうしてるかってことなんですけども研究開発型企業ですやっぱり、まあ、具体的にはここはね研究所 がありますけれども500人の社員のうち約 10%50 人は研究開発やってますえ、そしてですねそうですね10%の研究開発部門そしてこれもですねそんなに知られてないと思いますけれども実はですね大手の企業とコラボをしながら一緒に開発してるんですで、そうするとね研究,研,研究費が割と ね、あの少なくて済んでそして、えーまあ、開発できるとこんなメリットもあります例えば寒天の材料とそれからあの東京のね津村さんという漢方の会社、えー、こちらとですねコラボをしながらちょっとねあのこの生地とかが痛くなくなるようなこういうものを作ったりとかそんなことなんかもねここはやってます。というふうにねものすごくたくさんの研究開発で、えー、作り出した新商品を出している会社ですね、うんえー、そして、えー、2番目ですけどね。 直接販売はい行かれた方はご存じのとおりです食品同様を通さないで寒天パンパでブランドで直接販売しますさらにインターネットでまた、ね、通販してますというようなことなんでこれは当然ですね問屋さんを通しませんからあの中間マージンは省けますしさらにダイレククトトトににお客様にコンタがができるとこんなメリットがありますそして工場はどうかっていいますとものすごくきれいなんですよね これ実はね昔あの寒天っていうとですごく使いますからそうですね長靴を履いてっていうようなことがやってましたけどねこんな職場じゃなかなかもともとここの成長の定義が社員の幸せですから社員の環境が良くなるっことは大事ですから、えー、塚越さんが言われたのはネクタイを締めてやれる工場というこういうコンセプトを打ち出しました。 そして実際ですねまあ地理一つ起きてないきれいな工場ですでそしてもう一つですねここがポイントですえ寒天の材料を抑え実はこれ戦後ですね、えー、寒天の製造メーカーって40社ぐらいあったそうですねえところが今もう10分の1以下になってますしてほとんど残ってませんそして稲食品工業はもう90%近い国内のシェアを抑えてます全世界でも15%近くのシェアを抑えてます なんでこんなことができたかってことがポイントだと思いますけれども実はですね原材料の不足と技術不足で大半が撤退したんですけれども世界のです、ね、寒天のです、ね、材料になる、まあ、海藻ですね天草だとかお好みと収穫現場と一時加工業者を育成しながらそこから定期的にですね えーまあ、原材料が手に入るこんな仕組みをしているということですね一時で、ね、ポテチチップで有名なカルビーさんもねバレーショーいわゆるジャガイモを畑から抑えたってことも有名ですけども同じようにですね、えーまあ、原材料を抑えるこれも一つね大きなあのここがね競争力を持っている原因ですね。そして地域貢献ですけども これすごいですねもう何万人と毎年来るんですよね行かれた方も多いと思います寒天パパガーネですねここを無料開放してますね特にここで湧き上がるものすごくきれいなね水なんかも皆さんねペットボトルにいてみんな持ち帰るこれも自由こんなことをやってますそして地域市民が住民の方が集まる施設に関しては無料開放して芸術家の方とかね個展を開いたりとかこんなことも行ってます え、当然納税義務をはら果たして、地域スポーツ、え、そなの活動にも支援をされています。え、そしてですね。え、これも、あの、大事なことだと思いますけど、お互いに協力できる人材を採用しています。ですから、まあ、基本的にね、人事理念も明確なんです。あの、あれは人事採用の基準なんかも明確なんです。だから、ものすごくね。まあ、稼いで、そして出世したいような人たちっていうのは。 外資系か霞学生に行けばいいとどちらかというとお互いにね優しくて協力し合えるこういう人材を採用して育成しているということですねでその中で一番有名なのが社員が自主的に毎朝ガーデンを掃除するさっきのね寒天パパガーデンを掃除するこの局面はねよく紹介されると思いますでそして日曜日もですねガーデンに掃除に出る社員もいらっしゃるということですねまあ私はもうちょっと考えられないんですけども でもう日曜日はゆっくりしたいとか遊びに行きたいんですけどもわざわざ自分の会社のところへ行って掃除をすると、まあ、こんな会社ってねなかなかないんじゃないかなと思いますそしてここもねあんまり知られてませんじゃどんな人事公開を行っているのって言った時に言って質問しましたでそうしたらねしてないって言うんですよえっと思って「人事公開しないんですか?」って言ったらえ塚越会長今の最高顧問が言われたのは当時は会長でしたけどねあの まあ人が人を評価するなんてことはなかなか至難の業神業だとできないからそんなことはしないとむしろ周りが「あいつはいい」と「あいつだったら部長できる課長できる」って,言っ,て言ったのを昇格させてるとこんなふうに言われました。ななるほどなでそうしたら 基本的に昇格すればお給料も上がるとなるほどなというふうに思いましたね。私たちはもう人事公開票をつけてとていうのは当たり前に固定概念がありましたがちょっとこれもね驚いたところです。えでもねさらにね何回かお邪魔しているうちに今社長やれている息子さん社長なんかにもお伺いしたことがありますけど実際は人事公開票はあるそうです。まあ何回もねしつこく質問をするますからえ向こうも嫌,な嫌がってるかもしれませんけどもあの参考程度にしてるとえこんなふうにおっしゃってました。 そして何、えーまあ、といってもね、えー、最高顧問のブレない経営ですねまあもう今までご紹介した通りですねいい会社を作りましょう社員の幸せ関係者の幸せが一番だっていうこのブレない経営が、まあ、ここの、まあ、特徴なんですけどもう一人ご紹介したい方はそれを支え続けた今前の社長ですね今の現会長ですね井上会長が私は影の功労者じゃないかと思ってます。 えー、塚越会長がいらっしゃる時はね、えー、社長でありましたけどね、えーまあ、できるだけ会長を前面に出して目当たないってこんなことありましたしね今会長になられましたら,したら日本一社長を支える会長にな,になると、えー、こんなことをですね左近先生のところに、えー、学会の会長ですけどね、えー、お手紙を起こしましたまあこんなことなかなか言えないと思いますね。職員 こういうのまあ、若干ね皆さんも知らなかったこともある,あるんじゃないかなと思いますじゃあちょっとまとめてみたいと思います一つはこれ意外と重要なんですけどもあの職員という景気に左右されない業界にいるっていうことこれ大事ですねですから安定します安定するとですねやっぱり、えー、半世紀にわたって増収増益を続けたというのも まあ、あんまりね、ICT の業界みたいに上がったり下がったりとか、競争が空きしいとかできませんので、この前提はあると思います。そして、ブレない経営の考え方。まあ、関係者の幸せの財。これは繰り返し申し上げます。そして、えー、基本的にはね、さっきの、まあ、現在を抑えるとかね、っていうことも含めて、遠くを見て、あの、手を打ってるんですね。 まあこれはあの二宮金次郎さん二宮孫徳さんの教え有名な言葉ですけれども遠くを測るものは富近くを測るものは貧するということ通りの手をですね、えー、経営をやっているとことですねそして安定する一番の要因は何かというふうに私は思っているんですけど自社がコントロールできる経営を実現しているってことですちょっと上に戻りましょうはい直接販売していますですから直接お客さんにこれもコントロールできますねちょっと反応が どうだったかなと思ったら、もっとね、いい商品を出そうと、こうなりますよね。え、それから原材料、ここも自分、自分ところでコントロールできるんですよね。というように、コントロールできる領域がすごい多いんですよ。ところは大手に依存して、ト問屋さんに依存しているといったことになると。じゃあ、明日からもういいよなんて言われたら、非常に不安定になるわけですね。という意味で、自社でコントロールできる経営を実現していることが、まあ、一番のですね。え、ここの、まあ、長くですね。 永続してそして反映するこういう仕組みじゃないかなとこんなふうに思いますはい今日はいい会社の代名詞と言われている稲職員工業の永続する仕組みについて少しお話をしましたこのチャンネルではですね主に経営に関する情報をですね平日5日間毎日行います朝7時に行っていますこれからも一緒にですね勉強したいという思う方はぜひチャンネル登録をお願いします また公式の、ね、LINE も作りましたので QR コードもしくは、ね、概要欄のリンクからですね友達を登録いただけばと思います今日はどうもありがとうございました